さあ、ここからは写真を切り口に中国のリアルな生活事情から経済までお伝えしていきます。解説は今日も TS チャイナリサーチの田代さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さあ早速後ろに画像出てますが、今日のテーマは何かのデモですか？はい、よくね、ちょっと見えませんかね、汗という字、はい、それから銭という字見えますね、見えますね。全部ね漢字が見えないんでわからないんですけども、おそらくですね、私たちの汗と血、それから涙ですかね、はい、結晶であるお金を返してくれと、まあ、こういうことは書いてあるんじゃないかなということですね。まあ、もうちょっとね、はい、別の漢字が見える、出てきましたね。これ読めません？退くという字に房ですよね。房なんですけどもね、これね、不動産という意味なんですね。なるほど。不動産をですね、高く買ってしまったんですね、はい、返して、要するにもう一遍ね、はい、返品させてということをね、言ってるんですね。実際ね、お願いは3つ言ってるんですよ、はい、そういうふうにね、返品をしてもらうのか、はい、差額分をちょうだいよと、はい、もう一つはね、値下げしないでとね、はい、この3つの要求をして、どれでもいいですよということですね。で、返品してくれっていうことは、悪徳業者に捕まったっていうことなんでしょうか？ところがね、いろいろ調べてみますとね、そうじゃないんですね、ただ単に不動産価格が下がってしまいましてね、はい、それで買った人を不満で文句言ってると、まあ、こういうことなんですね。しかし、日本で考えますと、不動産の価格というのは上下するもの当たり前ですし、価格が下がったからといってその差額分返してくれなんて、とてもじゃないけど言わないですよね。そうですよね、だけどもね、ちょっと事情があるんですよ、例えばね、このデモに参加された方なんですけども、はい、34歳の女性の方なんですけども、はい、旦那さんとね、地方からこの、広州なんですけども、ね、はい、広州にやってきましてね、一生懸命お金貯めました、十数年貯めました、はい、親戚からお金も借りました、50万元用意してね、頭金なんですね、で100万元の不動産買ったんです、はい、これ11月ですよ、で今これ5月なんですね、はい、わずか半年ちょっとでですね、3割下がっちゃった、30万円損しちゃったっていうとね、もしここまで我慢してればね、もう十数年一生懸命貯めてきた、おそらく30万円ぐらいですよ、はい、それがね、余分に払わなくて済んだということですね。悔しいですよ、やっぱり。確かにその組むべき事情はあるかもしれませんけれども、そのリスクっていうのは中国の方も皆さん分かってらっしゃったわけですよね、ネットのね、いろんな人たちの意見を聞いてみますとですね、やっぱりね、これはちょっと行き過ぎですよっていうことなんですね。例えばね、不動産会社さんね、不動産上がりますね、いやこれ安く売りすぎたから、じゃあちょっとね、お金返してよとかね、そんなこと言えます？もっと返してじゃなくて、払ってくれっていうことですね。そうですよね、だって株だって、価格が下がってしまえば、差額返してください、なかったことにしてくださいなんて言えませんもんね。言えないですよ。だからね、やっぱりネットの方では、やっぱこれはちょっと行き過ぎだっていう、そういう意見が多いですね。そうですよね。でも実際その不動産会社の対応っていうのは今どういうことを取ってるんですか？もう突っぱねりゃいいんですけどもね、実はね、ちょこちょこっとこう袖の下っていうんですかね、例があるんですけどね、車をですね、10万元の車をね、あげてしまうっていうようなことをやったりね、あるいはですね、管理費をですね、ただにしちゃう、10年分の管理費ただにしちゃうとか、そうやってね、抑え込もうとしてるわけですよ。よりこう大きな動きになる前に目を積んでしまうっていうことなんですね。そういうことするからね、問題はね、僕言いたいのはね、最後結論ということですね。そうだ、言いたいのはね、こういう社会なんですよ。ごねればね、なんとかなるっていうところがあるんですよ、そうでしょ。これだってごねたからね、車もらえたりね、管理費タダになったりするようなところがありましてね、こういう社会はどうかなと思うんですね、本当に結論として言うのは、最低限のこうルールに関しては中国の方もこう守っていく気質というものを作っていくってことが大事ということなんですかね。もう一つはね、やっぱり中国こういうことがあるんですよ、向こうで事業してますとね、私も経験あるんですけどね、理不尽なことたくさんあります、そういう社会だと思ってね、ください、それでビジネスやってくださいということですね。認識した上でビジネスをやっていくことが大事だということですね、はい、田代さん、今日もどうもありがとうございました。以上、チャイナナウでした。